吉さん以前ちょっとしたエピソードを YouTube で見たんですけどもこれ亮太っていうね日本人の少年が、まあ、小学6年生ぐらいの少年がですねサッカー少年なんですよ、えー。ロナウド選手に質問する機会をもらってで記者とか観客の目の前でステージに立ってね紙を読みながら質問するんですよ亮太選手がロナウド選手に。その時一生懸命 翻訳してきたポルトガル語の翻訳文を読みながらロナウド選手はポルトガルの言葉を使いますからねそれで一生懸命しゃべっていたんですよ、まああまり上手じゃなかったしたたた,たしかったんで客席からは笑いが起きたんですよねでロナウド選手はそれを聞いてね記者団の方にこう言うんですよなんで笑うんだと一生懸命彼は俺に気持ちを伝えようとしてるとしかもむちゃくちゃ聞きやすかったよ 一生懸命やるやつを笑うやつってのは自分が挑戦に失敗したからだから笑うんだろうとそういうことを言ってたんですよねで両太少年っていうのはねその時にロナウド選手に励まされてものすごくこう賞賛を浴びるんですよで会場もやっぱ失笑から拍手に変わったんですよねでえー、と確かねゆくゆくこの両太選手はあーなんかこう全国優勝を果たすみたいなね そこで思ったのはあの人の挑戦とか人の失敗を笑う人っていうのは自分も失敗してるんですよねでもうトライしてないんですよで自分がダメだったからあいつもどうせダメだろうって言って笑ったり足を引っ張ったりいやそんなんうまくいくのは一部の人だけだよとか言うんですよねつまり一部の人になれなかった大多数の人っていうのは人の失敗を望むんですよね そして失敗したら笑うんですよ。成功したら、あ、たまたまさ、とかね。一部の人だけだよ。っていうふうに、自分を自己肯定するんですよ。いや、でもね、どんな道でもやっぱり、回数返そう思うのは、一部の人しかそこにいないんですよね。まあ、水の話をしましたけども、多くの人が水を渡されても飲まないんですよ。なぜなら、飲まなくても、飢え死なないからですよね。でも、飲まないと飢え死ぬ。 っていうふうに気づけてる人は飲むんですよ。あと飲む量にもよりますよね。一口飲んで十分だ。これは稼げない。ダメだ。と思うのか、しっかり全部最後まで飲んで、その結果に対して自分なりに評価を下すのかね。うんうん、人生振り返った時に、これだけは誰にも負けずに俺はやり通したぞってものがね、果たしてあるかなっていうところを考えると、うん、まあ、非常に少ないなぁと。 思ったり、あ、全然ないなぁと思ったりね、特に人の挑戦を笑う人ってのは何にもないってことに気づくと思うんですよ。まあ、そんなこんなで、ちょっと水の例をね、お話ししました。<laughs> ロナウド選手。